茨城県道56号筑波小賀線は、茨城県筑波市から小賀市までを結ぶ県道である。筑波市中島から国道125号と国道354号に挟まれて並行する形で西に伸び、小賀市中田の国道4号の利根川橋へ至る主要地報道である。周囲につくばサーキットがある。終点の小賀市中田は、小賀市中心部からは、 離れた埼玉県境の利根川口に位置しており、小賀市と筑波市を結ぶというよりは、国道125号や国道4号の利根川橋を介して、埼玉県北東部と筑波市を結ぶ性格が強いほか、茨城県道137号若坂井線と合わせて、久喜市下妻市間の国道125号のショートカットの役割を持っている。1994年4月1日、 それまでの県道修道今、鹿島線、県道修道小賀線の一部、県道区の中田線を統合、廃止して、起点を、茨城県筑波市、終点を、小賀市とする、新たな路線、主要地方道筑波小賀線として認定された。翌1995年に整理番号56に変更し、現在に至る。道路法の規定に基づき、下津橋周道道川庭館と、 小菓市区の同志駒羽根館及び小菓市・中田道馬は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。つくば市地沼、ありがとうございます。